マヨデジ・イブラヒム・バログンは、ビズ・キッドの芸名で知られる、ナイジェリアの男性シンガーソングライターである。ヨルバの両親のもと、ナイジェリア最大都市のラゴス・スルレレ地区で生まれ育つ。11歳の頃、教会のコーラスグループで歌い始め、グループ、グロディアス・ファイブとして、アルバムをリリースする。当時の名義は、ディル・プリンツであった。2009年にプロデューサー・ミュージシャンのバンキー・ W の、 レーベルエンパイアーメイツエンターテイメントと契約し、2010年自身、ファーストアルバムとなる、スーパースターをリリースする。その後同レーベルとは、金銭の配分で意見が食い違い、脱退する。2013年に、自身のレーベル、スターボーイエンターテイメントを設立、マリーク・ベリー、LAX、レジェンダリー・ビーツ等と契約している。2014年にセカンドアルバム、A をリリース。 何曲かをシングルカットしヒットさせる。中でもキャリア初期の苦労を歌ったオジュエレバは各国で高い評価を受け、公式のリミックスにはドレークとイギリスのグライム MC、スケプタが参加し世界的に有名となる契機になった。ヒップホップやダンスホールレゲエからの影響が強い新世代のアフロビート上で特徴的なボーカルを乗せる。アルバム栄誉では ヘミクティのサックスをフィーチャーした曲を収めており、幅広い意味でのワールドミュージックファン層にもアプローチしている。ありがとうございます。